スタムジムニーですよね、これ。新型ジムニーをさらにかっこよくしたこのジムニー。いや、これやばいですね、ほんまに。このかっこよさは。いや、すごい。これの紹介動画を作ります。店長、撮影お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。このジムに今どんな感じですか？そうですね、まあかなり今ね、ノーマルでも売れてるとは思いますけども、やっぱしうちは一足早く、はい、さらに上にっていう感じなんで、まあまずはやっぱりうちはもうカスタム色が強いので、まずもう見ていただいたもう限りって感じですね、はい。この顔はなんかこのオプションですね、オプショングリルが一応純正品であるんで、まあ今こっち見ていただいたら顔は違う。これが標準。あ、そうです。これがもともとこの艶消しのバージョンでという形ですね。変えるとこちらになるんですけど、シルバーです、ここがね。あ、色が。シルバーがオプションで。そうです、はい、で。オプションで入れるとシルバーなんですけど、やっぱりし、あの赤、黒になってるんで、やっぱりここは黒で。あ、黒く塗ってるんですか、もちろん、もちろん。そうです。カスタムで。そうですね。で、この車体をもともと、あ、黒なんですか。黒ですね。で、黒を、まあ、ツートンで残してる感じですね。あ、屋根は黒で残して。はい、ツートンで残してるんで、ミラーも塗ってないです。なんか赤色になってるところはまた全部塗っちゃってる感じですね。赤と黒でツートンにしてると。そうですね。で、このグリルはもともとシルバーやったのを、そうですね、ここも黒く塗ってると。そういうことです。はぁ、こいつ側を出してるんですね。なるほど、はい。ちなみに足回りはどんな感じなんですか？足回り、まあ前回の 2,3 の部分で、まあ要は基本的にほぼ流用はいけるんですけど、また今専用設計作ってる最中なんですけど、まあ取り急ぎ3インチは上げてます。3インチのピックアップ。そうですね。おー、なるほど。で、あとまあタイヤとホイールですね。でホイールは MK さんの MK55J っていう3インチのあのホイールと、でタイヤが今回ちょっとあの太めの225-75が履けるんで、まあまあそこが一つ肝だかなって。あ、ちょっと太いタイヤになるんですか？そうですね、太いタイヤが履けるとやっぱり迫力出るんで、今まで23で結構細かったんで、まあ、幅的に185か もしくは195ぐらいまでしか履けなかったんですけど、ノーマルフェンダーだから。で、まあ、今225がいけるかなっていう感じになってるんで。なるほど。これやっぱりちょっとリフトアップしたら感じ全然変わりますね。そうですね、車がやっぱり大きく見えると思います。大きく見えますね。はい、視界もやっぱりあのカーブもされますし、こういうセクションを超えるにはやっぱり車高を上げたものがやっぱバンパーとかの当たる角度、傾斜の良いは、あのフロント60度って前言われてたんですけど、もうちょっと角度つけれても入れそうな感じですね。へぇ、はい、だからいけると思います。だから例えば下りになって上りになってるようなところに入った時にこの角度が60度、ね、はいはいはい、まだいけるっていう感じ。まだやっていけるんですか？当たらない、まだ当たらない、はい、この、まあ、バンパーから60度なんで60度傾斜なんでこのぐらいでしょうね、はいはいはい、90度が0やったとして60度傾斜までいけるんで、だからまあこういう感覚の部位だったらいけるんでしょうね。車高を上げることに、なるほど、はい、当たらなくなるんですね。そうですね。はあ、さすがこのオフロードカーとしても作られてるところはそこにあるんですね。そうですね。で、あと今回この ESP が、まあ、前回あのジムに、ね、説明させた時にあの ESP 横滑り防止機能がついてないと今も乗用車出せないので、なので今回ついてきてます。でプラスその要は電動 の LSD ですね。LSD といっても、まあ、僕らあのカットブレーキって言ってブレーキングの話するんですけど、例えばスタックした時に片方がぬめってしまって動かないんですよね。じゃあ左側は空転してるのに、じゃあ右何してんねんって話で止まってるんですよね。要は軽い方のトルクを、要は動く回る方にトルクって奪われちゃうんで、せっかく死にって言ってて、スタックしてない方のタイヤが生きてるにもかかわらず、片方のスタックしてる方にずーっと、要はタイヤが空転してしまう状態なので前に進めなくなってしまう状態のことをスタックって言うんですけど、その要は空転してるところの方も要はブレーキングで、要は ABS みたいな感じなんです。ブレーキがコン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 ってかかるんですね。かかってブレーキをかけた瞬間に右に進んでる何も、要はスタックしてない方のタイヤがこっちがブレーキをポッとかけてくれた、こっちがクックックって動いて脱出してっていう感じになるものが今電子制御で入ってます。それがもうついてると。ついてます。はあ、なるほど、はい、そこはまあまあすごくいいところなんですけどね。じゃあ片足が浮いても簡単に言うとそういうことですよね。そうですね。これ発売して間もないですけど、はい、ここまでカスタムスピードを上げてするってなかなかないですよね。そうですね、まあ、今回ジムニーは、まあ、いろんなところで、ね、業者さんかなり頑張ってはって、まあ、リフトアップされてるところでも3社ぐらい4社ぐらいあるんですけど、まあ、色を変えた多分ところは多分うちが初でしょうね。大体皆さんノーマルカラーっていう形にはなってるんで、足回りやっぱりいろいろと負担の方が強いですけど、やっぱトータルはうちがやっぱり出していくのがやっぱ一番の強みだと思うから、
で、あといろんな部品をつけてという形にはなってきます。店長が思うこのジムニー、新型ジムニーの見どころってどういうところなんですか？僕の見どころですかね、まあ、ちょっと乗った感じなんですけど、ま、意外とね、前回の足で入れるよりリフトアップしたところで、まあ、マイルドはマイルドですけども、唯一無二なんですよ、ジムニーっていうのが、まあ、他社には基本的にない。足回りも構造もそうですし、プラスアルファ今電子制御が入って進化しているので、なので僕の中では居住空間とか、まあ、ファミリーカー向けではないですけども、やはりその遊ぶ車にしてはすごく最適な車だと思いますね。でここからプラスアルファキャリア付けたりとか、まあ、もちろん後ろゴルフバッグ もちろん乗りますし、後ろヒッチメンバー付けたりとか、まあ、そういうので物を引っ張ったりとか、で例えば雪道も楽に行けますし、でそういう山道っていう風なのがもともと前のジムニー以上にも走りますので、まあ、より最新のものなんで受け継ぎながらというのもかなり最強なものになります。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、これが一番初めの LJ10 ってやつですね。このどれですか？これです。これが LJ10 ってやつで、 LJ10 これ運転席で助手席のこのすぐ後ろにスペアタイヤが乗ってるんですよ。でシートが後ろなんですね。これ初期のやつですか？初期型のやつです、これ、はい、でその後こちらのが LJ20 になってるんで、この横のグリルからこれ縦グリルになってバーになったってやつですね。これもあれですよね、何もないんで死に放題です、これ。危なかったんですか？そうですね、この当時なんで行けたものなんですけど、1970年、そうですね、1型2型、そこからまあここは2サイクルの 360cc、360cc という形が LGA の10と20という形ですね。でその後、まあこの辺って本当に少ない球が、まあ、まだ20はあるんですけど、10はほとんどなかったと思いますね。あもう現行がない、ほとんど現行というか、もう今ほとんどの探しも少ない状態になってますね。へ、でその後、この SJ10 ですね、はい、ここで要は排気量が550まで上がるという形になります、はい、これもまあまあ結構希少価値高いんですけど、 550cc の2スタイル、最高の 550cc で買いますね。それが今度 SJ の30に変わります。でも30はまあ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 、つい、まあ、この今でもまだ乗ってらっしゃる方、まあ、もちろん10もいるんですけど、30まあまあ増えてきます。その後ここで4サイクルに変わって、71っていう形ですね、550の F5A 型っていう形になりますね。でそれが660の F6A っていう